皆さんこんこにちはおはおおよようございいままますすす、えー、KMD の研究委員長稲影と申しますよろしくお願いしろく願オンラインの KMD 説明会をこれから1時間あのやりたいと思います、えー。システムは約30分間スライドを使いながら KMD の魅力についてお伝えする、えー、その後あの KMD の教員1人をあのゲストとしてあの招いていますので、えー、2人でインタラクションしたいと思います。 そして最後の,あのブロックは皆さんからの質問に対してお答えをするというインタラクションタイムです。え皆さんからの質問についてはテキスト入力をしていただ,していただきますと私の画面にえ文章が現れますので読み上げてお答えをする、まあ、そういう形でこれから1時間あのやりたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは最初30分スライドを使って説明をさせていただきます。 はい、えー、これが KMD の,あのヘッドコーター、えー、横浜市の日吉にあるキャンパスの共生館という建物なんですけれども、えー、残念ながらあの世界中の大学が閉鎖しているのと同じように慶応も現在キャンパスをあの閉鎖しているところです、まあ、このようにあのいろんな世界中の非常事態が起こっている、えー、このごろですけれども まあこの感染症以外にもえ日本では自然災害が多発していたりしますよねまあ、何かこういうことが起こるたびにえ予想外のことが起こったとか想定外のことが起こったというふうにあのよく報道されますけれども実はこのようなあのえ災害もえ感染症も よく理解をすると、もしかすると波を読むことができるかもしれない、波を読むことができると、もしかしたらこういうことが低い確率だけれども、起こるかもしれないということを予測できるようになります。このような非常に不安定で未来を予測することが極めて困難な時代は、これからこのような波を読む力と、あるいは新しい波を起こしていく力というものが強く求められています。 また我々の新しい生活様式そういった新しい日常をデザインをしていくそしてそし活性化する日常生活が物理空間とオンライン空間の両方が伴ってこれから進んでいくことになりますそのためには新しい視点と新しい常識ニューノーマルを考えた上でデザインしていく力というものが求められていると思います。 KMD は2008年にスタートしてからクリエイティブな社会を目指してきました。この新しい時代に向けてさらにこのクリエイティブな社会が進化すると信じています。そのために KMD ではメディアイノベーターと呼ばれる 新しいタイプのグローバルで活躍ができそして新しい視点とニューノーマルの時代に耐えられる新しいクリエイティブなリーダーを育成することを目指しているそういう大学院ですこの特にこのポストコビットーン、ポスト、えー、このコロナ対策の社会というものを考えていく上でいくつかの重要なスキルがあの見えてきました。 これは国際社会で言われていることですけれどもフューチャーズリテラシー未来を創造しそこに自分が対応できる力を持つことこれがすごく大事だということはこの数ヶ月間でものすごくよく分かりましたよねそしてオンラインで生活をし活動するようになりそういうオンラインのコミュニケーションを含むデジタルメディアのリテラシーこれも極めて社会 構造の中で重要な役割を果たすということが見えてきました。そして新しい社会を作っていく、今までと同じやり方ではだめだということもよく分かったので、新しい社会を生み出す力、まさしくイノベーションのためのリテラシー、この3つのスキルセットが次のリーダーに求められるようになります。まさしく KMD はこういった新しい視点でものを考え、 実行に移していくクリエイティビティとイノベーションの拠点であります。現在、日本語と英語が公用語なので、極めてあの国際色豊かな色々な視点の人たちが集まっています。また、複数の物理的な拠点を有していますので、そういう色々な場所性に特化した様々な活動もできるようになっています。当然、今、 えー、なかなか物理空間を使うということが難しい状況ですので今後新しい物理空間の使い方という模索が KMD の中でも始まりますそして KMD の特徴の3つ目はプロジェクト型であるということですこれは詳しく後ほど説明いたしますこの3つの特徴を踏まえると現在国際色豊かというふうに言いましたけれども留学生率が約6割 世界中のさまざまな文化圏の違い、あるいは生活習慣の違い、商習慣の違いなどが1つの,の KMD という組織の中に代表されていろいろな視点から新しいビジネスを考えたり、新しい社会の制度設計を考えたり、そのための社会生活のために必要なものをデザインしたり、そういったことが行われています。入学して 来る学生たちのバックグラウンドを見るといろいろな分野からあの集まってきていますえこのいろいろな分野から集まっているということが KMD の特徴だと思います専門性文化そして世代の多様性が KMD を非常にクリエイティブな環境として豊かなプラットフォームを築く土台になっています多様性を重んじるこのコミュニティの中で大事なことは 一人でできないことをみんなの力でやるという観点からさまざまなコラボレーションが求められているということです。どうやって強いチームを作るのか、どうやってコラボレーションして一人でできない大きなあの夢を実現するのか、そういうことを KMD では日々やっています。物理空間の話をしました。えー、冒頭説明した通り、えー、ヘッドクォーターは東横線上にある日吉駅の あの上にある共生館という建物です。ここには活動するために必要な機材設備も施設も整っています。一方、複数拠点ということを言いました大阪と、東京都内の複数拠点そして国外ではシンガポール国立大学と共同で k o n u s キュートセンターという研究所を持っています。 そして昨年の暮れ、渋谷のハチ公の駅前のに誕生した渋谷スクランブルスクエアという建物の中のにある渋谷 QWS と書いて QWS と読むんですけれども、そこのコーワーキングスペースのメンバーになりました。また2020年今年の暮れには竹芝でかつあの新しい建物が今、あの建設中ですけれども、そこに拠点を構える予定です。 このように物理拠点を複数持ちそこをつなぐことによっていろいろな場所性の特有なコミュニティのメンバーとインタラクションすることによって1人でできないことを拡張していくと KMD だけではできないことを KMD のほかの人たちより違う人たちとコラボするそういうようなことが可能になります当然いろいろな物理拠点を結ぶということを考えると そういった人たちとコミュニケーションを取るプラットフォームとして、今皆さんがオンラインでさまざまな人と出会っているのと同じことを KMD では2008年からやってきましたえ。授業もオンラインで先生がどこかにいてスクリーン上に現れて講義をしてくれたり、あるいは学生が最後の論文の発表会の時に教室で発表せずに遠隔地から発表したり、えあるいはプロジェクトも日常的に 複数の拠点の人たちとコラボレーションをするためのミーティングを行ったりデモをしたりそういったことが行われています。えー、KMD の中で年に2回大きな発表会があるんですけども、えー、通常は一つの大きな行動であの実施するんですけどもこのスライドにあるように物理的に行動に来た人と、えー、オンラインで参加した人たちが一緒にこの KMD の中のコミュニティを活性化しています。 感染症で様々な社会制限が始まった3月に、慶応は学位授与式を取りやめましたけれども、KMD としては、せめて KMD の学生たちを送り出そうということで、オンラインで実際の学位授与式をクリエイティブに行いました。そして4月に入ると、 キャンパスがロックダウンということで、えー、今も続いてますけれども全ての活動がオンラインにシフトしていますそのために KMD のオンラインキャンパスを作りそして授業は当然あの全てオンラインで実施しなるべく講義だけではなくインタラクションを重んじる KMD ですので学生同士のインタラクションができるようなさまざまなプラットフォームを試行錯誤しながら導入しています大学院の魅力は 学ぶことだけではなく人と人の出会いそしてそこから発展して面白いことが起こっていくことなのでソーシャルディスタンスをしなきゃいけない時代でもいかにあのオンライン上でディスタントソーシャライジングっていうふうに英語では言うんですけども、まあ、オンライン飲み会であったりオンラインなんとかっていう形の集いを、えー、となるべくたくさん実施してきています。 そして授業は KMD が始まった2008年からどこにいてもいいということに加えてそのリアルタイムで参加できない場合もすべて授業はアーカイブされているので映像を見返すことができるというシステム KMD の e ラーニングシステムが導入されて今も動いていますさて KMD は一番大事に思っていること一言で言うとインパクトにつきます インパクトは社会に対して自分たちの貢献がどのぐらい大きいのかということを測る言葉ですけれども、えー、社会っていうのはいくつかの要素に分けて KMD では対応していますもちろんまず大学院ですので学術的な貢献研究成果を国際会議などで発表するこの学術的インパクトは当然必要ですしかしそこで止まるのではなく、えー、KMD の特徴というのはアカデミック コントリビューション以上のことをやる。そのインパクトの一つが、新しくビジネスを始めることです。これを経済的貢献、エコノミックインパクトと我々は呼んでいます。しかし、社会は全てがビジネスではないので、もちろん様々な社会課題を解決するとか、社会をより良く近未来を作っていくという活動も同時に必要なので、これを我々は社会的貢献と言っています。 え具体的な例をいくつか紹介します。このジーンズミームというメガネはすでに商用化されて皆さんが買うことができるメガネですけども、このメガネの中にはさまざまなセンサーが内蔵されていて、このメガネをかけた人の気持ちであるとか、えー、例えば疲れているとか、そういったことが把握できるようなメガニンになっています。えー、ジーンズと えー、KMD のみならず、いろいろなあの大学、他の大学の研究者たちとコラボして出来上がったものです。えー、そしてあの、まだ販売はしていませんけれども、KMD のプロジェクトの中から生まれた農業のための新しいプラットフォーム、a g ビーというもの、これは自動走行型で、えー、農家の人たちが畑を歩いているときに自動追随して、いろいろなデータを取りながらあの、えー、農家の人たちに。 貢献をすする、まあ、そういうよういよなプロジェクトですこれが今あのアグビーが会社に法人化されて本当にこれを売っていき農家の人たちが使えるものに育てていくというフェーズにすでに入っていますそれからもう少し広いあ戦略的連携の例として福井県の鯖江市とあのその鯖江市の、えー、商工会議所と KMD が連合,連合体になって サバイシが持っている伝統文化、例えばこのスライダーにあるような漆塗りの産業を活性化して、大きく強くしていこうというプロジェクトを KMD が一緒にあのやっています。さて、このような活動というのを考えてみると、当然論文を読んだり、学術的な本を読んで知識を積む。あの 持ちそして何かあの修士論文を書いたり博士論文を書くということを超えてるということはもうすでに感じていただけたと思います実際に KMD では何かアイディアが生まれたらそれを具現化する形にするということが期待されますこれを KMD ではメイクカルチャーと呼んでいますけども当然分かりやすいものでいうと美術大学なんかで考えるメイクはものがあ形のあるものを作る製品を作るとかあるいは サービス、形がないけれども、なんかあのアプリを含め、サービスをデザインする、えー、あるいは作品を作るという観点からは、コンテンツを作るということは、当然、この3つはメイクカルチャー、KMD の中でもやっています。しかし、KMD が特徴的なのは、それを超えて、新しいビジネスモデルを作るとか、新しい会社を起こすとか、さらにもっと大きく出ると、新しい産業を作るとか。 社会の構造を大きく変えるために例えば街を作るとかあるいは法体系を変えるように促すとかそういうようなことも全て KMD にとってのメイクカルチャーになっています近未来のドリームフューチャークリエイティブソサイティを作るためにこれらのメイクは当然必要な要素になりますこの作るための環境は日吉の中に整っています 音響映像機材もあればさまざまなものを作る、えー、というためのものがありますけれども実際に大事なことはそのためのアイディアを生み出していくというプロセスから KMD ではコラボレーションをしながらやっています。これはまだ感染症のロックダウンが始まる前の KMD の典型的な授業風景ですけれども皆さんが大学院で授業と言葉を聞くと 想像する世界とこの写真はだいぶ違うと思います。えー、KMD では、いわゆる講義形式で先生が一方的に話し続ける、えー、授業よりは、このように学生同士がコラボレーションしながら、ものを作って立って議論したり、座り込んで何かものを作って試作をしたり、そういうことを大事にしています。えー、当然、すべてのものをキャンパスの中でやるということは、 社会と隔離をするので意味がありません。キャンパスの外に出て社会を知る、そのためにはフィールドワークをしたり、人の話を聞いたり、観察をしたり、実際の何か数値的なデータを取ったり、いろいろな活動が必要になります。しかし、同時に KMDA が大事にしているのは人間のクリエイティビティです。クリエイティビティは人のイマジネーションからものが始まります。こんなことがあったらいいよね。 というようよな夢そういったものをどうやって形にしていくのか例えば人間は手が2本ありますけれどもこれが4本あったらどんなふうに私たちの社会生活は変わるんだろうかということを考えてみるために腕が4本あったらというプロジェクトがこの写真です KMD は大学院ですので修士課程と博士課程に分かれています修士課程は必須科目 選択必須科目といういわゆる科目授業というものとあの後ほど紹介するリアルプロジェクトというプロジェクトにコミットするというこの両輪でものが動きますですので、えー、と入学した最初の学期は必須科目を重点的に行いますので、えー、日吉キャンパスが使える時には皆さん全員が日吉キャンパスに来るということがあの期待されてました。 月曜日から金曜日までの午前中、毎日この科目が動いています。現在はキャンパスが使えないので、同じ内容、ほぼ同じ内容を、えー、っとキャンパスではなく、ズームプラットフォーム上でオンラインで毎朝、えー、みんなが授業に参加して、ズーム上で議論をする、そういうことをやっています。1学期目が終わるとあの選択科目なのであの、自分のスケジュールに合わせて あるいは興味に合わせて科目を選択し、同時によりこのプロジェクトに自分の時間をシフトさせていくということが行われます。したがってより自分の時間のマネジメントがしやすい、自分のライフスタイルに合うような形で、えっと、授業を取ったり、プロジェクトに参加したりということが比較的やりやすくなります。最初の1学期、ここが結構拘束力が強いということをお伝えしておきます。 博士課程は全く違うプロセスです。博士課程はすでにある一定の基礎、修士課程で学ぶ、学んでほしいことを理解している方が後期博士課程として入学をしていただきます。そのためには最先端のアカデミックな貢献を期待されますので、いろんな意味でその専門性を支えられるような教員とのマッチングが大事になります。 KMD は少数精鋭ですので、その少数の教員が持っている専門性と出願をしたいと思って、入学をしたいと思ってくださっている人の研究をしたい内容のマッチングができないと、責任を持って指導することができない方です。えー、もし、この今、視聴されている方の中で、後期博士課程をあので出願をしたいと思われている方がいらした場合には、ぜひ、一日でも早く、まず KMD の 教員とコンタクトをしてください、えー、KMD のウェブページに行くと、教員の,あのリストが出てます。顔写真入りでありますので、えー、読んでいただいて、そこの中からその先生にあのメールを出すことができる仕組みになっています。もし誰と相談していいか分からないということであれば、同じ KMD のウェブサイト上で、えー、とメールをいた出す場所がありますので、メールを出していただき、えー、コンタクトの仕方に加えて、どういう研究をされたいのかということを 書いていてただ、けれれば、ば KMD のの専任教員の中でで該当者がいいメール上でご紹介をいたします。大事なことは出願をする前に合意形成をとり、教員が分かった、指導するよという証しとしてある番号、暗号が渡されますので、出願の資料の中にその番号を埋め込んでいただくということが求められます。 さて、KMD は社会のために活動する教,あの教育研究機関ですので、その社会の情勢によって必要なスキルセットなどをピンポイントであの育成する構想を作っています。現在は一つの分野として、セキュリティという分野をあの、えー、とフォーカスしながら、日本中の大学が連携しながらあの授業を展開しています。そしてもう一つ、もの物づくりからサービス業に。 日本の経済がシフトしていくということでサービスデザインを深く理解できるようなプログラムも用意をいたしました KMD の特徴やはり留学生率が多いということだけではなくてグローバルにつながっている大学院であるということですプロジェクトでつながっていたりあるいは定型校がいろいろな学生を送り合ったりする中でグローバルプログラムというものも KMD の中にはあります、えー、2つ あの2学期、海外で滞在するプログラムがあります。1つ目はデザインを学ぶ、えー、プログラムで、グローバル・イノベーション・デザイン・プログラム、GID プログラムです。これは提携先がロンドンの、えー、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートというのは、えー、世界ランキングのデザインスクールのランキングでナンバーワンですね。えー、このデザイン、えー、スクールと、その隣接するインペリアル・カレッジ・ロンドンという、えー、総合大学、この連合体が提供している大学院と提携しています。 もう一箇所、ニューヨーク、アメリカのニューヨーク、えー、ここはプラットインスティテュートこれも米国のデザインスクールの中ではトップランキングの、えー、大学院の一つですけども、まあ、そこと提携しています。それぞれの大学院で入学した学生が、その母校を離れて2学期間、2箇所に滞在をするというモデルで、グローバルイノベーションデザインプログラムはバーチャル大学院としてスタートしました。えー、ケイムリー生は従ってロンドンに1学期。 ニューヨークに1学期行くというような形でさまざまな KMD では教えきれないようないわゆるトラディショナルな手を使って作るデザインワークであるとかそのためのものの見方とか、えー、美って何とかそういうことをあの深く学ぶことができます、えー、このプログラムの対象者は必ずしもあの美術大学出身者デザインスクール出身者ではなくて、えー、経済をやってたとか 好きだったんだけど、こういう学んだことがないっていう学生もあのウェルカムになっています。2つ目、ムズこれ C、e m、s CEMS と書いてセ e m s と読むんですけれども、これはあの世界中に点在しているトップスクールとしてのビジネススクールの連合体、コンソーシアムです。現在は今31と書いてありますけれども、1校増えて32校になりました。えー、米国では 名門中の名門 IV ーリーグの一員であるコーネル大学のビジネススクールであったりフランスはパリのアシューセー HEC という名門大学であったりそういった各国の代表する大学院が連合体としてあのビジネス新しいビジネスリーダーを育てようということで教育をしています、まあ、提携先がビジネススクールですので 提携先に行ったときにどんな環境で学ぶかというのは、まあ、皆さんが想像するようなビジネススクールの授業風景がこのスライドに表されています 2>, <laughs> 2学期行くのはちょっと長いなという人のために短期間で海外経験を積めるようなものが2つあります1つは EBA プログラムエビデンス・ベースト・アプローチの役です この大学あのプログラムは ASEAN ア,ア,アジアの地域の大学大学院が一緒になって社会課題を見つけて提案をするということをやっています社会課題を理解するためにそれぞれの国が提供するうちの国はこういう社会課題を持ってるので皆さん来てその社会課題を理解してくださいということで実際に現場に行ってインタビューをしたり いろんなリサーチをすることによって社会課題が理解されそれに対する提案をチームで行うそういうプログラムです2つ目の短期プログラムは米国のスタンフォード大学のデザインスクールと一緒にやっているプログラムですこれも6週間の短い時間でスタンフォード大学の学生と教員と AMD の学生と教員が連合体を組んでチームを作って自分たちで未来を良くする アアイディアを出しかし、KMD の最も大事な価値はあくまでもリアルプロジェクトというプロジェクト型のラーニングにあります。なぜリアルプロジェクトなのか、KMD は常に社会のインパクトを大事にしているという話をしました。その社会のインパクトというのは学術的な貢献、論文を書いた、 それで終わるわけではない。そこだと学術的な貢献に終わってしまいます。リサーチプロジェクト、研究プロジェクトというのが普通のプロジェクト型だと思いますけども、KMD ではそこではなく、さらにその先の社会を良くする、社会を作っていく、そういったプロジェクトとしてリアルなアクティビティをベースにしているので、リアルプロジェクトというふうに呼んでいます。ア、えー、アイデアを出し、 プロトタイプ試作をし、失敗し、失敗から学びということを繰り返していくうちに強いアイデアが生まれ、そして徐々にいくつかのアイデアは社会へ少しずつ浸透していく、そういうようなプロセスがこのパイプラインです。KMD はこのパイプラインを授業の中でも取り入れていますし、プロジェクトの中でも取り入れながら活動を続けています。現在、KMD のリアルプロジェクトを実行しているリーダーたちは この12人の専任フルタイムの専任教員たちです、えー。プロジェクトは研究室とは違ってあのプロジェクト同士がコラボレーションしたりいろんな先生が複数のプロジェクトに緩やかに関わったりするというような、えー、KMD の中でもコラボレーションを起こす、えー、そういった仕組みになっています。えー、まずあの僕が主催しているのがプレイというプロジェクトです。えー、遊,び遊び心を大切にして クリエイティブな社会を楽しい社会を作っていくということで、例えば IoT を使ったらどんなふうに社会、生活が豊かになるのかとか、アートシンキングを使うことによって、いかにその文化が豊かになっていくのか、まあ、そういうことを実行しているプロジェクトです。ポリシープロジェクトは、まあ、名前の通り、政策ポリシーを大事にしているプロジェクトです。 えー、途中で紹介した竹芝での新しい拠点づくり、これ実は拠点を作るというよりは、ここに新しいイノベーションとかクリエイティブな人が集まる、コミュニティを作るということも含めて、竹芝地区のデザイン、ブランドデザインを KMD も重ねながら進んできて、建築が進んでまもなくオープンする、これもある種の社会を作るという意味でのポリシープロジェクトです。えー、右下の子どもたちが写ってますけれども、 えー、だんだんあの紙の教科書からデジタル教科書に移っていくという世の中の流れにようやく日本も乗りました、えー、そのためには子どもたちが小さい時からクリエイティブにそしてデジタルに触れながら、えー、育っていく、えー、そういうようなことを支援するプロジェクトもこのポリシープロジェクトで行っていますサムカラープロジェクト、えー、はデザインとエヴォルフというふうにあのサブタイトルがついていますけども、えー、やっていることは 持続可能なな社会にに資すするるよううデザインって何って何といいこを真剣に考えているプロジェクトです当然ながらサステイナブルなデザインという中にはバイオを使ったデザインであったりサーキュラーデザインと呼ばれるような作ったものの材料がすべてリユースできるようなそういう循環型のデザイン考え,考え方から実践に移すまでそういったことをやっています。 グローバルエデュケーションプロジェクト、まあ、名前の通り教育を中心に行っているプロジェクトですけどもいかにグローバルいろいろな拠点同士学校同士教室同士がつながってそこで子どもたちになり生徒たちがコラボレーションしながら学んでいく新しい教育スタイルを模索しています対象は学ぶといっても幼稚園児から小中高大学大学院そしてライフロングラーニング、まあ、人生ずっと 学びなんだという観点からさまざまなレイヤーの世代の人たちに対してつながりながら学んでいく、コーラーニングをしていくということをやっているプロジェクトです。ネットワークメディアプロジェクト、えー、コネクトエブリシングと書いてある通り、すべてのものがインターネットに、ネットワークにつながったら社会どうなるんだろう。まあ、その第一歩が IoT、インターネットオブシングスだと思います。冷蔵庫がつながったりしますけども。 もっと、例えば椅子がつながったり、机がつながったり、枕がつながったり、つながったらどういう意味があるんだろうか、どういう変化があるんだろうか、何ができて、何が今度は問題になりうるのか、課題になるのか、先ほどのセキュリティあるいは個人情報、こういったものをどうやってプロテクトしていくのかということも、このネットワークメディアで扱っています。 クリエイティブインダストリープロジェクト、途中で紹介したサバイシとのプロジェクトもこのクリエイティブインダストリーがやっています。かんやりたいことというのは地方の眠っているさまざまなクリエイティビティを掘り起こして強くして産業にしていく、そういうことです。まあ、漆の例で分かる通り、漆産業はすごく日本の文化に深く関わっていて大事な産業ですけれども、少しずつ あの我々の生活スタイルが西洋化しているので和食器から西洋の洋食器にシフトしているから産業としてみると少しずつ縮小しているこれを再活性化するためにはどうしたらいいのかどういうふうにブランディングをするのか新しい製品はどう開発するべきなのかということも含めてクリエイティブインダストリーは考えていますの、まあのプロジェクトのように えこのスライドの左側は熊本の赤牛に対して同じことをやったり沖縄で展開したり北海道でやったりいろいろな地方の,あのクリエイティブな力を掘り起こすプロジェクトです。ガイストこれドイツ語であの2つの意味があって幽霊お化けという意味とマインドフルネスの2つの意味ですがえこのプロジェクトのもともとはマインドフルネスここにあの由来しています。 アンプリファイザセンスオフワンダー,、えー、我々の五感のこの魅力をどうやって理解し、それを発,展さ発信していくのかということを考えているプロジェクトです。先ほどのジンズミームのメガネも、そういう意味ではメガネをかけた人のことが理解でき、そしてその気持ち、あるいは疲れをどうやって癒していくのかということに資するプロジェクトを作っていく、そういったことをいろいろな形でやっています。 イトマプロジェクトこれはこの今年の4月、えー、新しくスタートした出来たてホヤホヤのプロジェクトです私たちは毎日忙しい生活をずっと過ごしてきてだんだんそういう意味でのストレスも溜まってくるそういう現代社会に生きているしかし一方でちょっと余裕とか時間が贅沢な時間を過ごせるとかそういったものがよりこの今後大事になるのではないかということでいとまではこういった贅沢 あのお金の贅沢というよりは時間の贅沢とかゆとりとか、まあ、そういったことによって社会がどう変わるのかについて考え始めるプロジェクトです。えクリアートというプロジェクトはこの写真のようにえリアルな社会とバーチャルな社会を統合的に考えたときにどういう我々は活動をするんだろうか、まあ、具体的には例えばこの二次元の世界と言われるようなオタクのえバーチャルな世界 空想の世界とそれを着ぐるみのような形で体現化したフィジカルな世界が一緒になり始めているということをカルチャーの視点からとテクノロジーの視点両方を見ながら作っているプロジェクトです。エンボディ i メディア、これをエンボディという言葉は英語で身体性、体という意味があります。まあ、この写真のようにいろんな面白いプロジェクトがありますが今日のゲスト、南澤先生の あの主催するプロジェクトなので後でたっぷり話を聞きましょう。そして最後にフューチャークラフトこれも今年の4月に始まった新しい出来たてほやほやプロジェクトです。えー、まあこの名前の通りクラフト工芸いろいろなものづくりの未来を考える特にあのそのものを作る時の材料っていうのがどういう風にどんどん今進化してますよねスマートマテリアルとか、まあ、そういったその未来のマテリアルが 物理的に存在しながら同時にスマートになっているということはデジタルな要素もあるのでこの2つが組み合わさったら物ってどう変わるんだろうかえということをあの模索しているプロジェクトです。はい、えー、これらのプロジェクトを12年間 KMD が活動して本当にたくさんの研究成果が 学術的に発表されていますが、それ以上にその先のインパクトがどのぐらいできているかをちょっと最後に紹介しますが、1つ目、スタートアップはどのぐらいあるか、えたくさんありますけれども、まあ、代表格として時間の関係で2つ、3つだけお伝えします。レディフォ4これクラウドファンディングの日本の大手ですけれどもあのファウンダー、コーファウンダーでありながら、現在の代表取締役、CEO を務めている人は、a m d が あの生み出したあの人です KMD に在籍している時からこのクラウドファンディングとはということについてあの研究をし修士論文もクラウドファンディングでした <laughs> えテレ・エグジステンス・インク、えー、この,あの会社も実はこういったプロジェクトロボットを遠隔で操作するというリアルプロジェクトの中からプロトタイプが生まれて会社が起きたであの現在スタートアップとして成長し続けているプロジェクト 会社です、えー、3つ目、デイリーリー。これはライフスタイルに注目をして、新しいあの製品群、生活の中で使う製品群をあの作って店舗を展開しています台。台湾の台北に1号店、そして東京に2号店という形で徐々に店舗数が増えている会社です。はいえー、最後にあの南田先生に入っていただく前に、あのどうやって KMD を にのメンバーになるかということを簡単にスライドで説明してあの次のセッションの部分に行きたいと思いますえ。選抜方法は年に3回チャンスがあります。第1期、第2期、第3期で、第1期は5月、6月、もう終わってしまいました。え第2期がこれから9月、10月にありますので、ぜひご検討くださいえ。間に合わないという人のために第3期があります。これは1月から2月頃です。えー、それぞれぞ 気にとおいて、えー、入学できるタイミングが4月入学と9月入学があります。博士課程は言語非依存なので日本語か英語ができれば4月でも9月でも開始できます。中止課程は必須科目がありますので4月入学者は日本語ができること、9月入学者は英語ができることということが求められます。えー、4月入学を希望する日本人ではない人、えー 日本語ネイティブではない人にとってついては N1 という日本語検定試験に合格していることが条件です、えー、9月に入学する英語ネイティブではない人については TOFL e、FL、とか i l t s というスコアを何らかのスコアで自分は英語はこのぐらいできるということをあの提出してください、えー、最低合格ラインの点数は特段ありません書類審査で1次試験 そして面白いなと思ったらあの面接口頭諮問に移ります。現在、このロックダウン中、えー、ソーシャルディスタンシングが大事な世の中になりましたので、この面接試験はすべてオンラインで実施します。GID やセムズプログラムに興味ある人は、ぜひあの詳細を KMD のウェブサイトで理解し、出願をお願いします。GID、ムズにあに行く人は、 4学期2年間のプログラム KMD ですなんですけども1学期延長していただきますのでそのこともご理解くださいはい、えー、このロックダウン中も KMD はあのいろいろなプロジェクトが進行しプレスアナウンスをし,てし続けておりますので止まることなくオンライン上で今まで通り今まで以上のスピードでプロジェクトが動いているということそれをあの持ってさて ここで南澤先生をお招きしたいと思います。お待たせしました。南澤先生、お入りください。どうもこんにちは。どうもよろしくお願いします。はいあのいろいろ KMD のことを12年分、言いたいことをしゃべりまくりましたが。<laughs> えー、南澤先生もあの KMD の初期段階からコミットしてくださっていて、この。 変化、進化を見届けてくれていて、今も最前線にいてくれている一人ですけども、この12年間の変化をなんか短く表すとした南澤先生的な視点だと、どんなことが今、今の KMD の特徴で,す,そうですね。うん、あのやっぱり最初の僕が KMD に来たの3年、うん、KMD できて3年目の時だったんですけど、うん、なんか当時と今と比べると、やっぱりそのプロジェクトのリアリティとインパクトっていうのがまた格段に上がったなと思っていて、 えとやっぱりあのそれぞれ、まあ、教員も学生も KMD っていう環境の中でこう力をつけてきてでそれを使って実際に社会に、あのー、形にして発信するっていうところに対して、まあ、すごくなんだろう実力が力がついてきたなっていうふうに感じてます、うん、あの多くの大学院はもう研究プロジェクトで論文を書かせるというスタイルか、えー、たくさん授業を取らせて単位を積んで 何らかの形で、まあ、修士論文かなんか書いて卒業する修了するタイプというのがあるんだけど KMD はどれにも当てはまらないっていうことでどっちかにした方がいいんじゃないかなっていうことをアドバイスも受けたりしてきたし、えー、学部が KMD の場合には慶応全体としてはあるんだけど KMD としての学部がないので入学する人の数が難しいんじゃないの書く方がっていう話もいろいろアドバイスをもらい続けたんだけども、まあ、徹底してそうではないということを 思い続けて今に至ったわけですけども、うん、この入学してくる人たちの顔を見るとすごく多様性があええ、ねねうん、南田先生はあの今は KMD のメンバーだけどその前はもう少し日本の,あの頂点の大学のおあ,るある意味でオーソドックスな <laughs> えとや大学大学院で活動されてたと思うんだけどもこの2つのコントラストを見ると学生の活動とか見てどうですか そうですね、あのやっぱり KMD に来て、えっと、本当にいろんなバックグラウンドの、例えば、まあ、美大出身の子だったり、音大出身の子だったり、まあ、そういったいろんなバックグラウンドの人が普通に一緒にいて、その中でこうお互い磨き合いながら活動してるっていうのが、やっぱりそれが、なんだろうな、KMD らしいいろんなこういうプロジェクトの過程になってると思いますし、あとやっぱり、まあ、国際化というか、昔の KMD ってまだ あの、留学生多いと言っても、3割ぐらいが留学生って感じだったと思うんですけど、今もう7割ぐらいが留学生になっていて、まあ、日本人の方がむしろ少ないぐらいの状態になって、こう、本当にフラットに、あの、いろんなバックグラウンドとか、いろんな年代層とか、いろんな国籍の人がいるっていうのが、明らかになんだろうな、こういう環境でしかできないいろんなプロジェクトっていうのを実現する、まあ、一番ベースになってますよね。うん。やっぱり今のこの、今回の、 コロナ騒ぎでいろいろ見ていくと、まあ、グローバリゼーションによってもた,さもたらされた世界中に電波がすごい勢いでしてしまったということとかあるいはその製造工程が世界中に分散しているために一か所が詰まると全部がダメになっちゃうみたいな、えー、とネガティブな意味でのグローバリゼーションがすごく表面化したんだけど一方でやっぱりグローバルな活動をしないとこ 今後もこのコロナに対応しきれないしうん、うん、そういう協力関係コラボレーションというものがより重要になってくると僕は思うんだけども、まあ、そういう意味であの日本のための組織から世界のための地球規模で勝つものを見ることができる組織として KMD を見た時に南田先生のやっているプロジェクトの学生たちというのはそういう視点の入学前入学後みたいな、うん、みたいなの,この変化を見ると そういったグローバルとかあの多様性に対応できる力とかそういったものは身についてると感じられますかそうですね、やっぱりあのまず本当に日常の普段の研究活動でそういういろんな、まあ、カルチャーいろんなバックグラウンドの人たちとは普通に接していくってことによってなんだろうな。 そういう違う文化の人と触れ合う怖さみたいなのがまず日常的になくなっていくっていうのが非常に大きいのと、まあ、そのせい、そのおかげもあってか、あの実際、まあ、僕らはアカデミックな形でも国際,国際発表したりとか、あとまあ CS とかサウスバイ・サウスベストみたいな、海外の大きな展示会で発表したりするんですけど、なんだろう、良い意味でナチュラルというか、自然体のままそういうところに出ていって発表して、うん、まあなんかいつもの KMD の中での発表 のでかいやつだったよ、ぐらいな感じで、割となんだろうか、しれっと返ってくる。まあ、そこら辺が実は、あのー、根っこの部分で力がついてるってことなのかなと思っていて、で、卒業した後も、結構この海外の展示会とかで OB、会社に入った OB たちと、まあ、たまたま会うみたいなことも多いんですけど、うん、みんな結構その,かいあの、いろんな日本の企業だったり、海外の企業の、そういう新事業とか、 世界に新しいそういうプロダクトコンセプトを発信するっていうところであの活躍しているようになってきたのであの、まあ、そういったところは多分 KMD でなんとなくこう自然と身についたあの弾力みたいなもの,っていうのがあるのかなというふうに感じます。うん、あの我々があの付き合っているスタンフォード大学の、まあ、デザインシンキングの生みの親の一人、<laughs> デイビッド・ケリー教授があの発表された クリエイティブ・コンフィデンスという本があっても、うん、クリエイティブな力の自信をつけようという、えー、まあ、広い意味でまあグローバル・コンフィデンスもそうだと思うんだけども、うん、そういったものがなんか身についた証しなんですかね。そうですね、そうだと思いたいですね。<laughs> <laughs> さてあの、わざわざちょっとあのエンボディード・メディアについてあの多く語らなかったので、南、はい、田先生がやっているエンボディード・メディアってなんぞやっていうのを少し。 の紹介ください、はいはちょっと身近に、えー、と改めまして南澤です、えー、僕は KMD の中ではエンドデッドメディア、身体性メディアっていうプロジェクトをやっていて、でこれはやっぱり僕らがこういろいろこのオンラインでも感じ皆さん感じられていると思うんですけど、こう普段体で感じるさまざまな経験っていうのを、まあ、いかにこうデジタルを技術を使ってより拡張していくか。 まあ、例えば遠く離れた人とあの一緒の体験をする、できるようになったりとか、あるいは自分がこうバーチャルな世界の中で、まあ、活動できるようになったりとか、あるいはこういうリアルな世界の中でも、こういったテクノロジーの力を借りることによって、まあ、より高度な体験っていうのをできるようなことにならないかっていうことを考えています。少しだけ、あの、手短に説明しますと、 今、僕らが、あの、フォーカスを当てている分野っていうのは4つあって、1つは、人の身体感覚、触覚ですね。僕らがこう体を使っていろんなものを触れたり触れられたりとか、世界をこう体験するときに僕らの皮膚とか筋肉ってすごく大事な感覚で、視覚とか目で見るとか耳で聞くっていうのは今こういうオンラインツールも使って、どん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 デジタル化されてるんですけど、触覚っていうのは、まだそのあたり、これからっていうところなので、このあたりの え、研究開発と社会実装を進めています。で、また、こう、僕らの皮膚感覚が変わってくると、僕らの空間の感じ方も変わってきます。なので、えっ、ー、と、今、あの、オーグメンテッドリアリティとか複合現実、ミクストリアリティとか言われてますけれども、こういった、まあ、他の、この僕らが住んでる空間の見方とか感じ方を変えるためのプロジェクトとして、こう、体中にこう、触覚を与えるスーツを使ったりとか、 えー、あるいはこう、空間を使った新しい表現ということで、ダンサーさんとか、まあ対抗、まあこういうパフォーマーさんと一緒に連携して、こう、同じ空間で、こういうパフォーマーと観客との間に、新しいこう、あの、感覚を作り出すということをやっています。今あので、また超人スポーツ協会のスライドが出たままだけどいいのかなあれごめんなさい。えー、っとね、それは、共有するものが、間違いましたね。ごめんなさい。 そうですね。戻します。ということで、えー、改めて。ということで、まあ、触覚っていう人のこう身体感覚とか触覚をやる、扱うっていうところと、えっ、ー、と、この、それを使って、まあ、空間ですね、パフォーマンスさんだったり、まあ、こういうミックストリアリティの環境だったりとか、人のこう空間の感じ方を変えるってことをやっています。 で、さらに、こう、人の、まあ、僕らの感覚、体そのものを変えることはできないかっていうことで、こう身体っていうところに、えー、フォーカスしたプロジェクトもやっていて、まあ、例えば、こう、最近だと腕を生やしてみたりとか、尻尾を生やしたりとか、もう、僕らの身体そのものの形が変わったときに、僕らの行動とか感覚っていうのはどういうふうに変わっていくか。あるいは、こう、ネットワーク越しに、僕らの分身となるロボット。まあ、先ほどあの、あの、 井上先生からも紹介あったテレイグジスタンスっていうスタートアップでは、この人の分身ロボットを使って、その分身ロボット越しに別の場所から人がこう世界中の様々な出来事を体験するってことを実現しようとしています。で、また、あの、こういったまあいろんなテクノロジーって実際、社会の、これから社会のいろんなところに入ってくるというふうに僕らは考えていて、まあ、例えば子供たちの遊びだったり、教育だったり、あるいは、えー、え高齢者の方、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんたちが 例えば、体が不自由になっても、いろんなことが活動ができるようになったり、いろんなところに旅行行けるようになったりするようなことを実現していたりとか、あるいは、障害を持っていても、例えば、耳が聞こえない方だったり、目が不自由な方だったりしても、こういったあの感覚を扱う技術の手助けによって、いろんなことができるようになる。そういった社会に向けたデザインということをやっています。で、まあ、そういったことを実際いろんなコラボレーターさんと一緒にやっていて、これは、あの、 t m d の特任教授でもある水口哲也さんだったりと一緒に、こう,うシネスタジアラボっていうものを立ち上げて、こういった感覚とまあバーチャルリアリティとゲーム体験と、そういった様々なものをつないで、新しい人の共感覚っていうのを生み出そうということをしてたりとか、NTT だったり、他の大学と一緒に、触覚をインターネットでつなぐ。これまさに今のこのコロナの環境で僕らも、あのー、 それぞれ在宅で研究しながら、えっ、ー、と、お互いの触覚をつなぐ環境っていうのを今作り上げてるんですけど、まあこう、オンラインのカンファレンスだけじゃなくて、自由自在にこうお互いに触れ合いができるような状況っていうのを今作るということをやっています。で、またそれを使って新しい、まあ、デザインですね。新しい価値をデザインしていこうっていうハプティックデザインっていう取り組みだったりとか、その高齢者の方と一緒に10年後の未来を考えようと。まあ80歳の方々と一緒に90歳の時にどういうふうに 生きていくかを、こういったテクノロジーの進化も踏まえて考えていこうっていうプロジェクトをやったりとか。であと、こう、先ほどもご紹介あったような、実際にそれをビジネスにするために、こういう分身ロボットのスタートアップっていうものを、テリーグスタンスインクっていうものが立ち上がっていて、これ、あの、先ほど紹介あった竹芝ですね、9月にオープンする竹芝の中のローソンに、実はこのロボットが入った新しい次世代未来型のコンビニ店舗っていうのがオープンします。 みたいな形で、最後、あの、最初から出しちゃってた超人スポーツ紹介ですけど、まあ、あの、オリンピックは延期かなになりましたけれども、こういった、まあパ、オリンピックとかパラリンピックとか、こういうスポーツっていう領域において、こう人が、まあ、こういうテクノロジーを身にまとって活躍したときに、どういう新しい可能性が見出せるだろうってかっていうことを、まあ、今、あの、超人スポーツとして5年前から取り組んでたりします。こんな感じで、まあ、とにかく僕らが、あの、体を使ってできることを、 デジタルなテクノロジーとつないで、まあ、拡張して人々をつないでいこうというのがあの僕らの研究プロジェクト、エンブリッドメディアでやっていることです。ありがとうございます。さて、じゃあ、あと残り9分ぐらいなので、質問があの届き始めてますので、読み上げて、<laughs> 一緒に答えていきたいと思います。まず、社会人です。修士課程について、平日の午前中、フ、え、ル、ー、は難しいんですけども、週2回程度であれば通学が可能です。履修可能でしょうか 欠かせ家庭だったら全く問題ないんですが先ほどちょっと説明の中でも言ったように修士家庭は必須科目がありますで特に最初の1学期の最初の8週間ぐらい、えー、ここがですねあの月曜日から金曜日まであのずっと午前中拘束されて午後は、まあ、これはみんな遠隔でもあのいいんですけども拘束されますそういったことの時間の融通が利くかどうかっていうのがあのポイントになるかと思いますので。 まあ今ここに書いてある週2日午前中しか時間がないとするとちょっと申し訳ないけど難しいかなとまあ最初の1学期は毎日午前は最低限ですね必要です、ね 2>, ねまあ、2学期目以降はあの柔軟に少しずつ考えられるかなと思います、うん、え質問の2「えー、博士課程について、ね、履修計画の参考があればお願いいたします」 うん、あの標準は3年なんですけども KMD の場合には、ま、入学してくる人がいろんな多様なバックグラウンドがあったり、えー、KMD に入学するとさまざまな魅力に、あのー、いい意味でも悪い意味でも <laughs> 刺激を受けてやろうとしてたことが本来の計画から少しずれたりすることによって、まあ、いろんな理由で3年で終わるべきあのプログラムが3年で終わらないっていうのが、まあ、実態です。 まあ文部科学省だと最大6年いられるということなので、まあ、大きな分布を見ると3年で終わる人と6年5年6年ぐらいまでかかる人の,あの二分下でたような形ですねああの。プロポーザルでやることが決まっていてそれをいきなり入学と同時に実行に移して研究を深めていくことができればあの理論上は3年というのは可能だと思いますが南澤先生何かこの質問に答えられますか まあそうですね。あの、いわゆる一般的な、例えば理系の大学院と比べると、えっと、その、修士の期間っていうのが普通、博士のまあ準備期間に実質なってるんですけど、そこが一回リセットされるケースが多いので、えっと、まあ、その準備期間をどれだけ事前から取れるかによると思います。で、ある程度準備した上で、まあ、教員とも相談した上で、準備整ってから入ると、まあ、その3年、 で,出場できる可能性があるけど、入ってから準備すると、多分まあだいたぶん大体1年ぐらいはそこに使っちゃうので、まあ、プラス3年でまあ4年ぐらい、ちょっと浮かうかしているとこ年 <laughs> っていうふうになりがちではあるかなと思います。はい、ありがとうございます。よろしいですかね、今の,あの質問いただいた方。えー、3番目の質問に行きます。SEMS <laughs> プログラムに参加するにあたって、2つの派遣留学先はどのように選定するのでしょうか え自身が希望する派遣・留学先の希望人数が多い場合、希望が叶えられないこともあるのでしょうか。え答えはその通りです。あの残念ながらあの、提携先に送れるのは、慶応全体として、この SEMS プログラムは慶応の KMD のみならず、経済学研究科と商学研究科という、この3つの慶応の中の大学院が派遣できるという仕組みに現在はなっています。 でえー、っと32校の中で行ける先っていうのは、えー、っと1年間で1人遅れるというルールなので、えー、っと2人以上が同じとこに行きたいといった段階で何らかのセレクションが必要になりますので必ずしも同じ行きたいところに行けるとは限りません、えー、それぞれの提携先の大学院の特徴がありますので自分の目指すあのキャリアパスと なんでそこに行きたいのかということがすごく明確にマッチングしていることがすごくあのセレクションの中で大事なので、まあ、そういうことを考えながら行き先を決めてほしいと思います。なんかここは世界的に有名な大学だから行きたいとかいうのは、えー、最もあの優先順位が低くなってしまいますので、まあ,あんまり聞かれてないけどよく調べたらここはすごく自分のキャリアにとって役に立つみたいなことをあのきちんと理解してほしいと思います、えー。それでは4つ目の質問。回答 書の B 方式をあの選んだ学生は作品の提出はできますか、まあえー、これ、南田先生、どう答えましょうかまあ作品によりますけど、えー、と基本的にはもう僕らはポートフォリオという形でお願いをしています。まあ、ただ、あの要はその紙になる作品だったりとか、まあ、そのままデジタルで提出さできる作品であれば、提出自体は可能。ただ、ああ昔、 こういう大きいやつをそのまま送ってきてくださった方がいたんですけど、それ僕らもちょっと保管にちょっと困るので、まあ今はその紙、まあいわゆるデジタル媒体でそのまま提出できるものは添付可能ですけど、えー、基本的にはあのポートフォリオとしてやはりそれを短くわかりやすくまとめていただくっていうのが、えー、僕らも、あの、実際これを読む側としても助かるので、そういう形でやっていただけるといいかなと思います。 うん、そうですねあの実際にあの返却はできませんので、えー、っともう人生で一番いい素晴らしい彫刻があるんだけど送ってきちゃうと私たちはこれを一生もあの <laughs> 持っていなきゃいけないとお返しできないのであの戻ってこなくてもいいということを想定しながらやってほしいということと。 まあ今すべてオンラインであの面接をするということになりましたので同時に教員教職員のまあ健康もすごくあの研究家委員長としてはすごく大事なあの守らなきゃいけない点なのでえ審査そのものもオンライン上であのできる限りやろうということでまあそういう意味でもデジタルでポートフォリオを PDF なり何らかの動画なりにまとめてくれるということがすごくあの審査側への あの思いやりだと思って準備をしてくれるとありがたいです。はい、えー、以上、あのをほぼあと時間があのま2分ぐらいになりましたので、じゃあここであの南沢先生。最後に何かこの今日参加してくださっている方々にメッセージを一言お願いいたします。 そうですね。あの、最初に田舎先生からも説明あった通り、KMD ものすごくやっぱり幅の広い、あの、ことをやってる大学院です。で、多分、あの、実際いろんなことを調べたり入っていただくと、あの、今まで、まあ、見えてなかった世界っていうのが見えると思います。教員として僕が、 t m d でやってても本当に毎日いろんな発展の連続なので、そ新しい出会いとか、新しい気づきとか、そこから生まれる新しいこうインスピレーションを形にするっていうところがを、あのーまあ、ぜひ一緒に皆さんとやりたいと思いますので、あの興味ある方、ぜひあの、我こそはという方、ぜひあのご応募ください。よろししくお願いい、ます。はい、ありがとうございます。では、南澤先生とはここでお別れしたいと思います。ありがとうございました。 それでは皆さんに最後にあの私からのメッセージということですが、まあ、今皆先生がおっしゃっていただいたとおり KMD の他にない特徴っていうのを価値だと思っていただける方がすごくいいと思いますで徹底的にコラボしますのでコラボが苦手な人でもいいんですけどもコラボしたくないっていう人は残念ながらあ,のあまりウェルカムできないと思います、えー 興味がた,たくさんあって、好奇心旺盛で、自分のやっていること以外のことにも興味を持ち、学び、吸収したいという人は、ものすごくいろんな多様なことが起こっていますので、普通の大学院ですと、1つの分野のを深く深掘りしていくということに徹底することが多いですけれども、KMD はまあそういうこともしますけれども、むしろいろんなプロジェクトが同じ KMD の中で動いているというところが特徴だと思います。 え時間になりましたのであの、これで終わりたいと思います。皆さん、あのご視聴していただいてありがとうございます。そして、検討していただき、出願していただき、合格し、さらに入学をしていただいて、KMD ファミリーのメンバーになっていただくことを、えー、願っておりますので、あぜひ、出願をお待ちしております。ありがとうございました。